ジョゼフケ・ケアリー・メリックは、ビクトリア朝時代のイギリスで、今日では主にプロテウス症候群が原因と推測されている、体の極度の変形、膨張からエレファントマンとして知られた人物。彼を最初に診察した医師、フレデリック・トレベースがまとめた回想録をもとに、作家のバーナード・ポメランスが劇曲にしたことから世に広まり、映画化され、広く知られるに至った。 ジョゼフ・メリック彼の死の前年、1889年撮影1862年8月5日、イングランドレスターで、ジョゼフ・ロックリー・メリックを、父、メアリー・ジェインを母として生まれる。父の名と、バプテスト派の信者であった母親の意向により、ドーハの宣教師、ウィリアム・ケアリーにちなんで、ジョゼフ・ケアリーと命名される。父、ジョゼフ・ロックリー・メリックは、 ロンドン生まれの靴下製造業関連の職人バーナバス、メリックの子。バーナバスは妻と共に1820年代から30年代の間にレスターに移住している。母、メアリー・ジェインはレスター近郊、エビントンの出身。その父、ウィリアムはレスター近郊のサーマストンで農作業に従事していた人物であった。メアリー・ジェインは6人兄弟の第一子で、 体に障害を有しながらも、12歳で基礎教育を修了すると、レスター近郊のある邸宅で、メイドとして働き、一時期は日曜学校の教師も務めた。二人が結婚したのは1861年12月のことで、当時のジョゼフ・ロックリーの職業は、乗り合い馬車の業車であった。夫妻が最初に今日構えたのは、レスター市内のリーストリーとなる地区であったが、 付近は入り組んだ路地に沿って、小さな住宅が建て込み、上下水道の設備も貧弱、毎年のごとく、繰り返される近隣のソア赤は、運河の氾濫の後は、一帯が冠水し、あたりは、汚水やゴミに埋め尽くされる、といった、環境下にあった。ジョゼフ・ロックリーは結婚後間もなく、防石港に、ついでより高級の倉庫の作業員に職を転じていて、メリックが生まれたのは、 その時期のことであった。夫妻は彼のほか、1864年生まれで、生後3ヶ月で天然痘のために溶接したジ次ン・ジョン・トーマス。1866年生まれの三男ウィリアム・アーサー。1867年生まれの長女マリアン・イライザを設けている。マリアン・イライザもまた体に障害を有していた。ジョゼフ・ロックリーは、ウィリアム・アーサーの誕生の少し前に、 より良い生活環境を求めて、転居職も、宝石工場のか滝夫に転じて、マリアン・イライザの誕生後には、宝石工場の機関主となった。1870年頃からはその勤めと、並行して、自宅で医療品店を開業し、1880年までは、地域の商工業者の一人として名館にもその名を、掲載されている。店舗と兼用していた住宅も、 後には別の辞書に家を建てて移り住んだ。校長と見えた一家の生活であったが、1870年には三男ウィリアム・アーサーが昇降熱で溶接。母、メアリー・ジェインは悲しみに暮れつつも、残る子供たちの育児と医療品店の切り盛りに暴殺されていたが、メリックが11歳であった1873年に過労に起因する気管支肺炎で倒れ、 同年5月に36歳で死去した。父ジョゼフ・ロック・リーは、自らの仕事のほか、これまでは妻任せであった店、育児をも一手に引き受けることとなり、限界を感じたか、家を引き払って、一家で下宿生活に入る。下宿の家主は、エマウッド・アンティルなる小持ちの家父で、ジョゼフ・ロック・リーは彼女に育児を手伝ってもらっていたが、翌1874年12月には、 彼女と再婚、一家はかつて住んでいた医療品店を再び住まいとした。出生時のメリックの体には何の異常も認められなかったが、生後21ヶ月頃に最初の病変が口の下付近の硬い腫れ物として出現。これは数ヶ月のうちに右方にかけてのこわばった腫瘍となって広がり、やがて口の中からはピンク色の肉塊が突き出てきて、 上唇を外側に押し出していった。さらに成長するにつれ、額には骨のこぶが出現、皮膚は緩んで、キメが荒くなり、右腕、両足の異常な肥大も始まるに至って、全身のプロポーションが損なわれていった。これらはやがて左腕などを除く、皮膚、骨格の大部分に及ぶ、修正続く、大きな膨張と変形へと進行することとなる。また弟、 ウィリアム・アーサー誕生の頃に転倒して、左の腰を痛め、ついで関節炎も併発して、以降修正歩行困難となった。それでも12歳で、公立学校を卒業し、葉巻を製造する、メッサーズ・フリーマンズ葉巻製造会社に就職。しかし2年後には、右腕の変形が進んで離職せざるを得なくなり、父の支援のもとに行商人の免許を取得。 父の医療品店の商品である靴下や手袋などを売り歩いたものの、容姿がわざわいして営業は困難を極めた。やがてかねてからのママ母との不仲もあり家で簡易宿泊所を泊まり歩く生活を経て、以前からメリックに好意的であったおじのチャールズ・バーナバス、メリックの家に同居人として迎えられたが、この頃には症状の進行により彼が街頭に立つと周囲に、 パニックが発生するほどになっており、ほどなく、行商人免許を剥奪された。やがて自らの意志で、おじの家を出、レスター支給品委員会に出頭、就労不能を理由に救済を申し立てて受理され、1879年12月、17歳で、レスターユニオン給品委員に入った。セントパンクラス給品委員の女性収容者たちの、 食事風景ビクトリア長期の旧品員の一例、オーガスタスプーギン銀設計のコントラスティットレジデンセス・フォー・ザ・プアー、レスター・ユニオン旧品員は、1838年に400人の貧困者を収容する計画の下設立され、後年レスターの主要産業であるメリアス関連業が不況に陥り、多くの失業者、貧困者が生まれるや、1851年には1000人を、 収容可能な規模に拡張されたものである。メリック入所当時には、身寄りや保護者のいない老人、家父、孤児、アルコール依存症者、身体障害者、知的障害者、精神障害者のほか失業者とその際し、不老者、そして故意に働かず給品員を生活の場にしている、モノラ928名が収容されていた。彼らは、年代、性別、 健康状態などにより、親子、夫婦をもバラバラにした個人単位でグループ分けされて生活。収容者はベルを合図として、起床、就寝し、男性には廃材や石材の加工、農作業、薪割り、粉引きなど、女性には洗濯、清掃、調理場や食堂での雑務、寝具や衣服の縫製や修繕などの仕事が課され、 クリスマス以外は食事も極めて粗末であったし、酒、タバコは禁止、面会、外出は許可制で、就寝時には部屋を施錠された。そして規則に反した者には食事制限や、温点の取り消し、監禁などといった罰則が下され、作業拒否や係員への暴力などといった、特に悪質な違反のあった者は、治安当局に通報の上、刑務所に送られることもあった。 また当時のこの種の施設の常として、衛生環境は劣悪で、日常的に血膜炎が流行した。メリックは病弱者や身体障害者らのグループに属して、ここでの日々を過ごしていたが、こうした生活環境はメリックにとって耐え難いものであった。ようで、翌年の3月には、自らの意思により、退所、職を求めて2日間街頭をさまよい歩いたものの、果たせず、 再び旧品院に戻っている。1882年20歳の時には、上顎にあった象の花のような形の20センチほどの肉塊の切除手術をレスターセ療院で受けた。旧品院での生活に甘んじていたメリックであったが、1884年22歳の時に、帰京者を出演させる工業試験コメディアンのサムトウの存在を知り、 自らの身の上を手紙に認めて送ったところ、党はメリックと面会して彼を見せ物工業の世界に入れることを決め、これに伴いメリックはこの年の8月にレスター級品員を退所。党は実業家、サムローパーとジェイリス、帰京者の見せ物工業を手掛ける旅回りの工業士トム・ノーマンにジョージ・ヒッチコックの4人からなるマネジメント団を組織、彼らによって 犯人犯像、エレファントマンなるキャッチフレーズが考案された。メリックはおそらくエリス所有の園芸ホール、ザ・リビングで初舞台を踏み、その後は近隣のいくつかの都市を巡演したものと考えられている。ホワイトチャペルロードに現存するメリックが出演する見せ物工業が催されていた建物。写真撮影当時は、 サリーの販売店また会場では、メリック自らが反省を綴ったとされる、ジョゼフ・ケ・アリー・メリックの自伝と題された小文が、掲載されたパンフレットも販売されていた。その小文には、彼の旧敬が、彼の母親が彼を妊娠中、5月祭で町を訪れた移動動物園のパレードを見物しに行ったところ、誤って更新してきた像の足元に、転倒。 強い恐怖を味わったことが原因だと書かれていたが、工業師は、これと同じことを、メリックの見せ物の開演前に、客に工場として申し述べ、客の好奇心を煽っていた。ジョゼフの親しい友人でもあった医師、フレデリック・トレベスこの年11月、ノーマンはメリックを伴って、ロンドンに出向き、ホワイトチャペルロードの見せ物小屋で工業を売った。 ホワイトチャペルのロンドン病院の外科医であったフレデリック。トレベスはこのことをきっかけとしてメリックの存在を知り、自ら診察。トレベスは12月にはロンドン病理学会でジョゼフの症例を報告し、この時にはジョゼフ自身も標本として階段に供されている。翌年3月には同学会で再びメリックの症例をテーマとした。 写真を用いての研究発表が行われ、これをもとに、ロンドンのユニバーシティカレッジの内海ヘンリー・ラドクリフ、クロッカーはジョゼフを、皮膚疾患症及び神経腫生造皮病と診断した。しかし、この頃より見せ物小屋を公序良族に反するものとして、排斥する風潮が強まり、メリックの出演する小屋にも、警察から閉鎖命令が下された。ノーマンは、 都市部での工業継続を断念し、イギリス国内の地方を都市、し、乾村を点々と順延するも、社会情勢もあってか、不振が続き、やがてノーマンは、ジョゼフの工業権をオーストリア人工業士に売却。メリックもこれに伴って、ロンドンを離れ、ヨーロッパを順延する生活に入るが依然として、振るわず、1886年メリック26歳の時、 オーストリア人工業士は、ジョゼフの商品価値を見限るに至り、メリックの蓄えを略奪して、ベルギーブリュッセルで彼を放棄。メリックは、わずかな身の回りの品を室に入れて、旅費を捻出し、まずは、ブリュッセルからオステンデまでを列車で移動、ついでアントワープから回路を経て、イギリスのハリッチに上陸、再び鉄道を利用して、ロンドンディバプールストリート駅に到着。 所持していたトレベスの名刺を手がかりに彼に保護を要請し特例としてロンドン病院に収容された。この間には物見高い群衆に幾度も取り囲まれたり乗ろうとした機船に乗船を拒否されたりといった筆舌に尽くしがたい心酸をなめたと言われる。しかし一方ではウォーデルカーディーなる人物から航路に関しての助言を得るという幸運もあった。 だがメリックは当面の治療を必要としない慢性患者であったため、この措置も同年末には限界に達し、同年12月4日には事態打開を図るべく、ロンドン病院理事長フランシス・カーゴムの投稿がタイムズ紙に掲載された。その中で、カーゴムはメリックはその要望ゆえに就業は不可能であり、よって経済的自立もできない。 一般の患者と一緒に療養させることも、他の患者に与える影響を考えればやはり、避けるべきだが、難病患者のための公的な療養施設である。王立世療院、国立養護法務には共に受け入れを拒否された。そして本人は、救貧院を非常に強く忌避している。といった事情を説明し、メリックを居住させるための個室の設置と、今後の彼の生活のための資金の寄付を求めた。 12月11日には、ブリティッシュメディカルジャーナル氏もカーゴムの投書について報じ、他の多くの一般紙、地方紙もこれに追随。これらの報道の結果膨大な量の手紙、多額の寄付金が寄せられ、年金の支給を申し出る、特殊化も現れたが、一方では彼を盲人病院、東大、刑務所といった場所に送れという投書もわずかながら、寄せられたという。 こうした社会の反応を踏まえ、理事会はメリックの収容延長を決定。ロンドン病院付け主任儀師であった、ウィリアム・テイラーの主導の下、ベッドステッドスクエアと呼ばれていた中庭に面した、大小二つの地下室がメリックの住居として改装された。大きい方の部屋は、今検診室として、ベッドやテーブル、数脚の椅子、小さな暖炉が備えられ、小さい方のもう一部屋は、 浴室となった。そしてトレベスの方針により、どちらの部屋にも鏡は一つも設置されなかった。病院収容当初、ジョゼフは身辺に近づこうとする者に、疑いの目を向け、苛立って震え出すこともあったほか、看護婦が差し伸べてくる手をも怖がったり、今度移されるのなら盲人の収容施設か東大にしてくれないかというなど、落ち着かない様子が目立ったが、 トレベスをはじめとする周囲の人々が彼の口の変形ゆえの聞き取りにくい言葉になれ次第にそれを理解するようになるにつれメリックの態度も次第に穏やかなものになっていったトレベスもまた毎日最低一回メリックの部屋を訪れるように努め日曜日には午前中の数時間をメリックと過ごすようにしておりコミュニケーション上の問題ゆえの 彼が重度の知的障害者なのではないかとの当初の考えをほどなく改めるに至った。メリックの側も次第にトレベスに心を開くようになっていったが、自らの過去、とりわけ父や兄弟のことは語りたがらなかった。しかし母親に関しては美しい人だったといい、そうした母親からなぜ自分のような人間が生まれたのかを不思議がるのが常であったという。 見世物小屋に出ていた頃のことも話したがらないものの、工業師のことは、決して悪く言わなかった。ところが、旧品員のことに話が及ぶや、激しい怒りをあらわにした、と言われる。幼少時から、病気ゆえに、人間社会から阻害されることが常であったメリックは、その孤独を読書によって癒していたと言われる。読んでいたのは、各種の新聞、雑誌、純文学、大衆小説、 そして、聖書、祈祷書などで、それらは捨てられていたものを拾うなどして偶然に入手したものであったため、得ていた知識も雑白で偏ってはいたものの、ともかくもメリックは、それらを介して、自らの世界観を作り上げていた。それまで中産階級の市民の家の中を見たことが、なかったメリックの希望に応え、トレベスが自宅を見学させた際には、 豪邸を期待しているかもしれぬメリックを裏切るわけにはいかないという考えから私の家はジェイン・オースティンの絵馬に描かれているようなごく普通のつつましい庶民の住まいなのだとトレベスは説明し読書家のメリックを納得させたという。やがてトレビスの取りなしで彼の知り合いである若くて美しい未亡人ミセス、レリアマチューリンとの面会を経験するに至り、 徐々に他人との交流を求めるようになっていったという。この面会はごく短いものであったが、微笑みつつ、部屋に入ってきたマチューリンに、メリックは一言も発することができず、やがて彼女の手を離すやおえつを漏らし、やがてすすり泣いたという。後にメリックは女性に笑いかけられたり、握手を求められたりしたのはこの時が初めてだったと、告白した。マチューリンとの進行はその後も続き、 彼女からプレゼントを送られた際にはメリックは感謝の手紙を送っているが、これは今日、現存する唯一のメリックが書いた手紙となっている。メリックがミセス・レリアマチューリンに宛てて書いた手紙、メリックの書いた手紙として現存する唯一のもの、トレベスは自らの後輩である研修医たちに空き時間を利用してメリックを見舞うように命じていた。それに従っていた。 研修医の一人ウィルフレット・グレンフェルは後に表した、自伝、ラブラドルの一医師の中で、メリックが自分の容姿を神経質に気にしていたこと、また正常であった左手を誇りとしていたことを記し、レジナルド・タケットもまた、メリックが感じていた自分の左手への誇りや、美しいものや立派な衣服を好む彼の思考を語っている。一方で、D.G. ハルステッドは回想録に、 彼の顔は象よりもバクに似ていると思った。だが、バク男では、見せ物小屋のキャッチフレーズとしては、不適当だったろう、と冷ややかな観察を記し、メリックの元を訪ねた後、他の持ち場に戻るときには、ほっとするのが常だった、とも告白している。カーゴムの投稿掲載以降、メリックの存在は、上流階級の人々の関心を引くところとなり、メリックへの面会希望が、 相次いで寄せられるようになった。彼らは骨董品や絵画自分たちのサイ入りの写真などといったプレゼントを持参していたが、読書家であったメリックは特に本を送られることを喜んだと言われる。メリックに関わった著名人の一人には、生涯を通じて事前活動に積極的だった巧妙な女優、マッチケンドールもいた。彼女は俳優だった夫を通じて、 メリックの存在を知り、当時はまだ発明されて、日の朝一区恩恵を送ったり、メリックの希望に応じて過去細工の教師を彼のもとに派遣するなどした。メリックもこうしたケンドールの行為に応えて、最初の過去細工の作品や看護婦たちの手助けも得て作り上げたボール紙製のマインツ大聖堂の模型を彼女に送っている。メリックが看護婦たちと作り、 ケンドールに送ったボール紙製のマインツ大聖堂の木啓1887年5月には当時のイギリス皇太子エドワードとその日アレグザンドラがホワイトチャペルにあるロンドン病院附属医科大学の新館看護不良の落成式に出席した際メリックの部屋を訪問したこの年のクリスマスにはドルリーレーン劇場でパントマイム劇 長靴を履いた猫を感激したとも言われる。この折には、ケンドールの助力により、バーデットクーツ男爵夫人所有の特別席を使用した。また1889年夏にはないトレイ夫人の行為により、ノーザンプトン近郊のフォースリーパークに6週間滞在、田舎暮らしを経験した。またこの頃次第に宗教への関心を深め、 ロンドン病院付きの牧師トリストラム・バレンタインの影響により、イギリス国教会の教義に親しみ、やがて、ウィリアム・ウォルシャム・ハウの指式による検診礼が行われ、同教会に改修した。1890年4月11日、すでにかなりの衰弱を見せていたメリックは、正午まで起き出さないのが通例になっていた。彼の係であった、看護婦、アイアランドがこの日も必要な世話をしたが、 特に変わった様子はなく、午後1時半にはメイドが昼食を運んでき、好きな時間に食べられるように置いていった。3時を少し回った頃、定例の午後の会心に来たトレベス付きの研修医、ホッジスがベッドに仰向けに寝た姿勢で亡くなっていたメリックを見つけた。27歳だった。昼食はメイドが置いていった場所に手をつけずにそのまま残されており、ホッジスは 自分の一存で遺体に触れぬ方が良いと判断、先輩であるアッシュの立ち会いを求め、死後最初の検査はこの両名によって行われた。死後直ちに検視官ウィン・バクスターによって、検視陪審が開かれ、メリックのおじチャールズ・バーナバスによる形式的な遺体確認の後、生前のメリックを最後に見たアイアランド、死んでいる彼を最初に見たホッチスがそれぞれ証言、それらに基づいて、死因は、 警椎の脱臼あるいは窒息による自然死と判断された。翌朝のタイムズ紙にはエレファントマンの死なる大見出しとともにその詳細が報じられ、ロンドン病院理事長のカーゴムのメッセージも合わせて掲載された。生前のメリックに支援を寄せた人たちへの感謝の辞とともに彼らから寄せられた寄付金の残金の今後の扱いとして、 各方面に必要と考えられる謝礼を支払った後病院の一般会計に組み入れる予定である旨が報告された一方で医学専門誌ブリティッシュメディカルジャーナルにもメリックの最後の日々やその死因などに関する記事が掲載された一説には仰向けに寝ることを試みた際の事故また自殺説も取り沙汰された ディスカバリーチャンネルが2011年に制作した蘇るエレファントマンでは彼の骨格標本を詳細に検査したところ、頸椎の損傷具合から彼独特の就寝方法を取ろうとした際に頸椎が脱臼し絶命。そして結果として巨大な頭部の重みで仰向きになった状態で発見された事故と結論付け自殺説を否定している。死後。 亡き殻各部の石膏型及び骨格標本が保存されて研究の対象となっているほか彼の使用した帽子や本人が組み上げた建物の模型等いくつかの遺品は博物館で見ることができる。皮膚などの組織標本も保存されていたが第二次世界大戦下で失われた。1897年1月30日にはジョゼフの記事レスターで 父ジョゼフ・ロックリー・メリックが帰還支援のため死去。死亡届を提出したのは、家族ではなく、臨住に立ち会った隣家のジョージ・プレストンであった。なお公的記録の不備により、おじチャールズ・バーナバス・メリックに関しては、レスターで1925年までは生存していた、としかわかっていない。体に、障害のあった妹のマリアン・イライザは1891年に、 石髄炎により死去している。1923年にはフレデリック・トレベスがエレファントマンとその他の思い出を出版し、12月7日に死去し、同年にはサムトウも死去した。メリックの疾患は骨格の変形と皮膚の異常な増殖からなっていた。皮膚は各所で乳頭状の腫瘍を示し、特に頭部や胴部では皮下組織の増大によって緩んで垂れ下がっていた。 右腕、両足がひどく変形肥大して、梱包のようになっていたのに対し、左腕や正規は、全く健全だった。上唇から突出した像の鼻状の皮膚組織が一時は20センチ近くに、達し、このため会話や食事は、修正不自由で、旧品院時代に一旦切除している。会話は困難で発音が聞き取りにくかったとされているが、知能は正常で、 12歳までは学校にも通っていて、読み書きは堪能だった。また、少年時代にひどく転んで腰を痛め、脊柱も湾曲しており、歩くときは杖が必要だった。原因については、当時からレックリングハウゼン病などとして知られる神経、繊維主症1型、また俗には、臓皮病と結びつけて考えられてきたが、近年では特定の遺伝的疾患群を指す。 プロテウス症候群とする見方が有力である。1979年から1980年にかけて舞台と映画の両方で彼の生涯が取り上げられ、再びメリックは脚光を浴びることになった。両作品はいずれも大成功を収め、1979年の演劇作品エレファントマンはトニー賞を受賞、また翌年の映画エレファントマンはアカデミー賞に押された。 両作品の切り口は互いに異なり、内容的には関係がない。詳しくは、それぞれの項を参照。彼の名を、ジョン・メリックとする記述は、医師、フレデリック・トレベスの表記に由来する語気である。英語版ページより、ウィリアム・アーサーの死の直後、メアリー・ジェインが自ら登記書に提出した死亡届には、彼女は悲しみのあまり署名をすることができず、 かろうじて印を付け得たのみで、現存する書類にも、死亡時に合わせたメアリー・ジェイン・メリックの印との、陶器係の添え書きが残されている。ハウエル、フォード、本堂裏表紙と口絵に、図版収録。ただし、エレファントマンの表記はそれらにはない。これには、ヨーロッパで非常に古くから信じられ、16世紀においては、下界、アンブロワーズ、パレマでもが肯定していた。 妊婦が強い恐怖、不快な印象、得意な印象を抱くと、生まれてくる子供に、それが、体の障害やあざ、シミ、色黒の肌などとなって出現するという迷信からの影響が強く感じられる。ちなみに、メリック誕生の3ヶ月ほど前、彼の記事レスターで模様された5月祭には、ウームウェルロイヤルメナジェリーナル、移動動物園が実際に来園しており、当時の常として、 象も連れて,こ,られていたこの人物の名はフェラーリだったとも言われる。この人物に関する詳細は不明だが、何らかの形で医療に関わっていた人物と考えられ、人気俳優、W.H. ケンドールに宛てた手紙の中に、オステンデでこの上もなく痛ましい患者を見たと書いていることから、メリックに接触したことが類推できる。これらの施設の翻訳名は、ハウエル、フォード、 本百133ページに、初集のもの。英語名は、The Royal Hospital for Incorabbles British, Home for i n c o a b l e s London 病院で使われていた、ベッドの骨組みの修理、点検が行われる場所であったことからこう呼ばれていた、彼の話す言葉はまるでわからない。口から突き出た、大きな骨の塊が邪魔をして、明瞭な発音ができなかった私は、メリックが知恵遅れで、 生まれながらの低能に違いないと思っていた彼の顔は、いかなる表情も作れず、態度は、一切の感情や関心を欠く人間のそれとしか、見えなかったケンドールの夫はメリックに会っているが、ケンドール自身はメリックに会っていないと言われる。また、メリックが、ロンドン病院にとどまれるように募金を呼びかけたのは、自分だ、と後に自助伝に書いているが、これは事実ではない。その頭部の巨大さから普段は、 ベッドの上に座り抱えた両膝に頭を乗せるようにして寝ていた。ありがとうございます。